マリオ新作に登場するおしゃべりフラワー、おちんちんと叫んでしまう。というのを見てたと思います。皆さん、スーパーマリオブラザーズワンダーというゲームはしてるでしょうか？任天堂スイッチで2023年10月20日に発売されたマリオの新作ゲームなんですが、どうやらキャッチコピーとしては、マリオたちが走って飛んでパワーアップ、ワンダーな世界を冒険ということで、すごい楽しそうなゲームで、どうやら新垣結衣さんも CM でプレイしていて、すごい楽しそうだったんですが、そんなスーパーマリオブラザーズワンダーに登場するおしゃべりフラワーというキャラクターが話題になっているようで、なぜかというと、どうやらチンチンと喋るようで、まあ、おしゃべりフラワーというのがコース内に登場するマリオたちに声をかけるフラワー王国の各地に咲くおしゃべりな花だそうで、応援したり共感したり思いのままに喋ったり、いろんなセリフで冒険を盛り上げてくれます。時にはヒントやコインをくれることもといった喋りかけてくれる花らしいんですが、そんなおしゃべりフラワーがチンチンと喋りかけてくるそうで、おい、新垣結衣さんがプレイしてるのにチンチンって言ったら新垣結衣さんがびっくりしちゃうだろうと思うんですが、まあそういった感じでおしゃべりフラワーがチンチンって言うらしいですという DM をいただいたので、もうそれは確認せずにはいられないということで、新垣結衣さんを守るために実際にね、スーパーマリオブラザーズワンダーをプレイしておしゃべりフラワーの発言内容を確認してきました。まあマリオね、子供の時は結構やってたんですが、もう最近は全然やってなくて、いざやってみたら、あ、結構難しいんやなといった印象だったんですが、まあなんとかクッパは倒して、まあこの冒険の目的はね、クッパではなくおしゃべりフラワーですから、新垣結衣さんには教えられないおしゃべりフラワーを見つけてきました。まずはこちらですね、下から生えてきた土管にいるおしゃべりフラワーですね。チンコだ、このようにチンコだと言っていますね。チンコだ、ゾウマリオで言ったのが何か関係あるのかは分かりませんが、まあ、吹き出しを見たら分かるんですが、お疲れと言ってるんですね。まあ、実はこれおしゃべりフラワーのしゃべる言語を変えれるみたいで、普通に日本語だとお疲れと言ってくれるんですが、設定を簡体字にするとチンコだと言ってくれるみたいですね。で、日本人からするとチンコだに聞こえるので話題になったみたいですね。他にもこちら、チンコだ、はい、大勢でのチンコだですね。チンコだ、簡体字ではこれがね、ねぎらいの言葉みたいですね。さらにこちら、おちんちん、はい、どうだろう、吹き出しはね、ワンダホーと言ってるんですが、セリフではね、はおちんちんと叫んでいて、はおちんちん、どうやら簡体字ではワンダホーははおちんちんになるみたいですね。まあ、ちなみに設定を日本語にするとワンダホー、まあ、このように普通にワンダホーと叫んでいるといった感じですね。さらにこちら、ちんちん、このように登場直後にちんちんと叫びながらマグマに落ちていくおしゃべりフラワーもいるようで、ちんちん、まあ、こちらも簡体字での発言ですね。まあ、こういった感じで簡体字でのおしゃべりフラワーのしゃべるセリフがちんちんだったりおちんちんに聞こえるということから、日本人の間で話題になったようで、まあ、日本語でねおちんちんって叫んでたら、いくらマリオのゲームとはいえまずいかと思うんですが、まあ、日本語じゃなくてそう聞こえるだけならね、なら大丈夫かといった感じで、もうこれは新垣結衣さんも楽しめるゲームですね。まあ、ちなみにセリフを英語にすると、so、big. このように艶のある声で So big と言ってくれるおしゃべりフラワーもいるみたいですね。 so、big. もうこれはよりマリオでの冒険が楽しくなりますね。といった感じで、マリオ新作のスーパーマリオブラザーズワンダーに登場するおしゃべりフラワーがおちんちんと叫んでしまうということなんですが、まあ、セリフのね、設定を簡体字にするとそう聞こえるだけということで、もうそれなら大丈夫かといった感じみたいですね。まあ、ちなみにね、このおしゃべりフラワー探すのに攻略も含めて結構時間かかったんですが、新垣結衣さんも安心してできるゲームだということが分かったんで、時間をかけた甲斐がありましたね。もうこの動画を見ている新垣結衣さんは安心してマリオをね、プレイしてください。以上です。